ギガ連射。さあやっていきましょう。今回やっていくのはアクターのダンジョンレベル1です。ずっとやりたいと思っていたこの大型タイトルまあまあそれもあるんだけど、今回はね、それとはまたもう一つ別のトピックというか、こちらついにベベン出されてしまいました。出てしまいました。ついにクターのフラッシュゲーム公開終了につきまして、アドビフラッシュプレイヤーサポート終了に伴い2020年12月末をもちまして、クターのフラッシュゲームの公開を終了させていただきます。今まで多くの方に遊んでいただき誠にありがとうございましたというふうにね、ちょっと俺にかぶりすぎている、アザラシにかぶりすぎている。どうでしょう、ついに出てしまいましたね。あーはーはー。ツイッターの方でも見かけたんですけど、このブラウザの方でもね、トップのところに表示されてました。いよいよ公開が終了されるそうです。あーやばいわやばいわ、終わんないわーと今思っているところ残り今40近くやってんのかな。で、113個公開されてて、あともう、なんぼだ。73ぐらいあるのかな。かな。ちょっと数字怪しいけどね。だから、まあ、残りあと70あるとして、1日1個のペースでやっていって、今11月だから、11月の頭でしょ？いうことは、まあ、1日1個のペースでやっていって、終わんないからね。1日2個のペースでやっていかないと、12月が末までに全てのクターのゲームができないっていう、そういう恐ろしい状況が来てます。やべえ。はっきり言ってやばい。焦ってる。全然ゆっくりやりたいのに、ゆっくり動画投稿していきたいのに、気持ちとは裏腹に、全然だよ。まずいなぁと思いながらね、1日2本クター上げる体力多分ないからね、正直ね。これから月末に向けて。期待とかもやりたいのに。はい、まあまあまあ、それは置いといて。まあやっていきましょう。今日はクターのダンジョンレベル1をやっていくっていうことで、まずあらすじからだね。いつも恒例、あらすじから。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、ふとしたきっかけでダンジョンに迷い込んでしまった驚異の無表情キャラクター。ここがどこだかさっぱりわからないけれど、お宝があると聞いてテンションがめっちゃ上がったぞ。何階までダンジョンがあるのかはわからないので、慎重に行動だ。無駄に歩きすぎて HP がなくなってしまうとゲームオーバーだ。途中でリンゴを拾って HP を回復しようということで、お宝があるところまで歩きまくれば良さそうな感じですね。話としては。うん。はい。よしよしよし、やっていくぞ。ただね、あ、そうそう、公開は終了するんだけど、何らかの形で、フラッシュゲームもできるようにするみたいなことは、Twitter で追伸がありましたね。うん。ね。微妙に下が青いところがなんかしたい。なんで、まあまあまあ、終わるわけで、終わってできなくなるってわけではないのかなと思うけど、ゲームはできるけど、ランキングはできないんでちょっとね、残念だよね。ランキングはしたいよね。こういうタイプのやつだね。アイテムは3つでポケットに入れて持ち帰れる。いけない場所はアイテムでクリックして使ってみよう。いけない場所でアイテム。途中でゲームを終了する。やってみますか。今回も普通に、トライアル&エラーではなく、進んでいくよ。HP300 あるね。こういうのを、なんもねえ。あら？ルック。こういう感じだね。あれっぽい。ランスっぽいよね。ランスじゃないか。ランスのあれなんだっけ？ 6 かな？ランス6っぽいよね。こういうとこなんかありそうじゃない？下とか見ると。なんもねえ。めっちゃゆっくり回るな。昔ね、パソコンなんかこう、
Windows。あれなんだっけ、 Windows の Windows の98とかの頃に初めてこうパソコンのゲームとかに触れる時とかにさ、あの伝説のカノンウォークっていうブラウザでやるゲームがあって、こういう感じだった。右に進みますか、左に進みますかみたいな、こうやってだんだん進んで、おい？鍵なくなった、鍵ないなった。これ鍵ないなったらさ、あ、諦める。もう一回始めからしてください。一回で終わるつもりだったんだけど、ちょっと予定が変わった。今のは鍵を捨てちまった。まずは直進。直進してリンゴゲット。伝説のカノン国ってのがね、ネットでやるやつあったんすよ。いやー、あれやってたのいつぐらいかな。結構前、小学生くらいかな。もうちょっと経ってたかな。全然意味わからんけど、なんかやってたな。これ取るのはええけど、てっきりこれが開くもんだと思ってたんだけど、こっちじゃないんかな。まあ、伝説のカノン王国っていうこういうのもあったし、それこそね、ランスとかも。開かないのこれは。開いた。ようわからんな。ランス6とかもこんな感じでさ、あれランス6もだし、ギャルズとかもこんな感じかな。アリス系のゲームはこういうの多いよね、今ないね。こんなに苦しても何もないのおかしい。やっぱありますね。これ下向くのがやらしいな。下向かせるのがめっちゃやらしい。なんかあるかもしれない。こういうの好きだよ、俺は。割と好きだよ。うまいかどうか置いといて。さておきとして。さておくとして。こういうの割と好きだよ。ここは何かあるの？なんもない。な、結構これ退屈な動画になっちゃうな。おろ？動けないんだが。動けない。動けた。ん？動けてる？くるくる回転するのにもエネルギー使ってるな。これ左と右に行けるんか？もしかして。違うな。ここで、左があるってことか。ここなんかあるの？なんもねえ。てん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 。いやー、クタが終わるのかなーと、終わるのかな。12月末って書いてあるから、告知されてるから、12月末ってことは、12月何日っていうのを、正確に日付出してるわけじゃないから、なんとなく12月末までできるんだろうなと思ってるけど、急に終わる可能性もあるよね。クリアした。クリアっていうか、これは上に上がってるの。とりあえず正面ガンガン行ってみますか。はい。なんもない。これなんとも言えないゲームだな。よう作ったな、こんなゲーム。なんもない。なんかあるだろう。なんもない。やば。
これで右か？違うな。ここに実は何かあるとか、なんもない。おお。この歩いてる床にさ、あるとかだったらさ、もう、一回一回こう下を見ながら歩かないと。それはちょっと、疲れるよ。意外となんもないな。でも見てるよね。てれてれてててて。地味ゲーすぎる。やば。ここまでいろんなクターのゲームやってきたけれど、これは地味だな。地味だし、トライアル&エラーじゃないな。ここは今まで見てない。でも何もない。なかなか苦戦してますね。左は行っても、逆にこの辺になんかあるとか。あ、思いついた。この真ん中怪しくない？なんもない。積んだ。敵が、ダンジョンなのに敵が出てこない。クタの世界に敵という概念はないのか？いや、あるけどさ。あるよね。まあまああるような敵という概念。これはお見せできないわ。動画公開するのどうだろうなって思っちゃうな。やばい。見どころ作れず。もうだいたい見て回ったよね。この辺見てみる？なんもないね。なんもないのはあれだよね。まずそもそも扉からしてないもんね。壁すり抜けた。なるほどね。これ、今すり抜けれることに気づいたとしたらもう手遅れだよね。正直。すごい。どんどんある。どんどん続きいく。ピュー。今日めっちゃ雨に打たれてさ、帰ってきてさ、で、30分ぐらいかな。雨の中でバイクがエンストみたいな感じになっちゃって、エンストじゃないんだけど。いえ、まだ続きられる。まだこのゲームを続きられるぞ。わーい。エンストっていうのかな？なんかクラッチを入れても、クラッチをなんつうかな、開けるっていうかな？クラッチをこう開放しても、なんかこうエンジンとギアが噛み合わなくて、全然こう力を伝えられない状態になってて、家からこう、あと少しのコンビニのところからだったから、なんとか押して歩いて帰ってきたんだけど、そらもう悲惨だったね。雨だけど雨具なんて、まあ、家に着くまでには結構上がってるかなと思って天気予報信じてさ、寒かった。寒い中、鉄のバイクをこう押して歩くっていうね、そういう苦行をしてた。あれは苦行でしたね。うちのバイク本当ポンコツだから、しょっちゅう壊れるの。ここにドアがある。覚えとこう。しょっちゅう壊れるっていうところの信頼度のなさがある。うちのバイクには。治るんかな？バイク治るんかな？ってかと思いながらね。ここは鍵ありそうじゃない？リンゴ回避。終わらんぞ、これ。
この見どころの少ない動画をカットもせずに上げることになる。もう目がね、目がトローンとしてるからね。怖いわー。でも編集するつもりないもん。全然編集するつもりも。そういえば皆さん GoTo Eat キャンペーン使ってますか？ GoTo Eat キャンペーン。なわ、合わないか。なんか壁が変な感じだね。GoTo Eat。GoTo Eat 商品券とかもあるけど、GoTo Eat ってさ、昼、ホットペッパーとかグルナミとかで予約したお店で食べると、昼だったら500円。夜だったら1000円。後でキャッシュバックされるってやつなんですけどね。アザラシはここのところ使ってます。GoTo Eat のポイントを使って。お昼ご飯を GoTo Eat のお店に予約したところに行ってるんですけど、1食が280円足す280円、560円に消費税みたいな額なんで、116円ぐらいかな？616円ぐらい。616円ぐらいのお昼ご飯を食べると、なんと、イエーイ。なんと、あとで500円返ってくるから、実質116円で食べれるっていうね、そういう風な使い方で GoTo Eat 使ってます。あとね、うちの近くじゃないんだけど、洋食屋さんにエルグレコっていう洋食屋さんがあって、有名なね、そこなんかは晩ご飯でまあでもそこのエルグレコの洋食のメニューって結構リーズナブルだから、まあ1000円ちょっとぐらいで、晩ご飯だから1000円分ぐらいポイント返ってくるので、エルグレコもほぼ無限にいけるみたいな感じになってる。まあ、よう分からんけども、GoTo Eat ぐらいは使っていこうというね。整体してるときはええか。イエーイ。おん？おん？鍵がもう一個あるぞ。鍵付きのドアがもう一個ある。どうせこの辺にあるだろう。ないなぁ。まあ、GoTo トラベルのためにさ、ずいぶんお金使う。おほ？ここクリアしちゃうけど、こっちどうやって行くの？何も持ってないんだが。GoTo トラベルのために一人1万円か2万円かぐらい。1億人いる国民の一人につき1万円かぐらい。GoTo トラベルのためにポイントが使われててさ。でも、ね、旅なんか行かないじゃん。行けないじゃん、今この状況下で。その税金を取り戻す勢いでさ。なんとか、GoTo Eat の方では。巻き返そうと思ってさ。あ、またちょっと重くなりました。綺麗になったかな。あ、いけた。だもんだからさ、頑張って飯食おうと思って外に出てるけどさ、まあ、すげえお得だなって思う反面ええんかこれでと思っちゃうよね。あまりに GoTo Eat の恩恵を受けすぎるとね、それに慣れちまう。まあ、ラッキーな状況なんでね。もしもね、まあ、ホットペッパーとかグルナビとか。はい？こう、そういったその、情報を得られる？グルメ情報を得られるアプリとか入れてる人がいたら、入れるのに抵抗ない人がいたら、予約して GoTo Eat キャンペーン利用しましょう。利用するのはただじゃないけど、利用しなきゃ損なんで。皆さん税金納めてるでしょ？消費税だったりね。ガソリンにしてもそうだし、タバコ税とかもあるしね。何事？そういう風に、まあもちろん住民税、所得税、いろいろありますけど、税金も払ってます。皆さん、まあ、まず消費税という形で払ってる。なら十分恩恵を受ける、あれがあるよね。建前が成立するよね。
なんでね、GoTo、何の話だ何の話だ ?GoTo を利用していきましょうの話でした。はい。しまんねえゲームだったな、これ。なんならあれだ。ランキング出ないから。やったということしかわからん。これ結構楽しみにしてたのにな。敵と戦わったりしないんだね。敵と戦わないのも、あれだなと思うし、一回一回ルックで下見るのがめんどくせえなっていうところがあります。なかなか、渋めのゲームでした。やってるうちに、もっとね、俺が喋れたらよかったね。なんかこう、話し家のようにね、どんどんこう、湧いて出るように喋れたらよかったんですけど、どうもできませんでした。クタのダンジョン、期待した割にはこんな感じという感じで。はい。はい。また次のね、クタの動画でお会いしましょう。うん。まあ、ここ、出てますけども、クタのフラッシュゲーム終了のお知らせの告知もしつつ、なんとかね、やっていきます。なんとか、全ゲーム制覇できるようやっていこうと思います。1日1本以上のペースどこかで出さなくてはいけないんですけど、どこで出すかなはい、ちょっと頭抱えてはいるんですけど、この辺にしましょうか。クターのダンジョンレベル1でした。ほんなまた別のゲームでお会いしましょう。